要請事項1、東京電力福島第一原子力発電所事故によってもたらされている不安の要因は、空間線量の工程だけにとどまるものではありません。事故後に取られたモニタリングポストの設置という措置について、それが不要であるかどうかの判断する決定の権利は、私たち住民に持たせてください。2、原発事故は未だ継続中であることを踏まえ、空間線量の可視化により安全を確認することのできるモニタリングポストは、私たち住民の最低限の知る権利を保障するものです。よってこれまで通り配置を継続し、撤去については廃炉作業がすべて終了してから行ってください。よろしくお願いいたします。撤去の理由と目的は何でしょうか。2つ目は、避難区域から解除された自治体、つまりこの2400台が移設されるということになっている自治体なんですけれども、その自治体から移設してほしいという要望はあったのでしょうか。まあ、基本はもう線量が十分広く安定しているということで、まあ、そういう地点についてはもう連続的に測定をするということは、まあ科学的にも科学的にはまあ役割を終えているのではないかということで、ですと。したがってまあそれはそういうポストについてはまあもう役割を終えているということであればもう外してもよろしいんじゃないかということで考えているというのがまあ理由です。で、目的はもう理由と全く同じでして、まあ、いわゆるそのもう線量が低くて十分安定しているというところなのでというだけであって、まあ、例えばこれずっとつけていくという、まあ、ずっとほったらかしてしておくのも良くないですからね。もし外すということであればですよ。そのということなので、まあ、そういうことですね。それから、2番目の移設先の要望ですけれども、これ現時点で今何か具体的にどこどこにつけてくれっていうのは、特にありません。線量が低くなってもう安定しているからということが前面で話されているんですが、要請書の中にもありますように、これから本当に何も起こらないという保証ができるような状態なのかどうかということに対して、市民たちは思いを声にしているわけで、今現在のその線量が下がって安定しているから大丈夫だというふうに思えるかといったら、なかなか思えない現実の中で私たちは暮らしています。実際に起こってはならない原発事故、未曾有の出来事が起こってしまった、それに対する向き合い方というものが7年経ってこういった発表がされるということに対しては、本当に私たちがどん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 見捨てられてしまっていってるというのが率直な市民たち の声です。そういう意味からすると、まだ我々としても事故は終わってないと思ってますし、そうなんですけれども、ただやはりそのやっぱりもう低くなっていてある程度縮小してもよろしいものについては、まあやはりいろんな面で維持もかかりますし、いろんなことがかかりますのでね、やはり合理的に、その時に応じた体制にしていくということが一番いいのかなというふうに考えているところです。原子力が本当に収束して平常時に戻って、そしたら撤去してくださいよ。そしたら撤去してください。今はあまりにも早すぎると思います。説得力が全くありません。で、そのための説明撤去ありきの今までのような説明会を私たちはそんなんだったらやってほしくない。ちゃんとね、ちゃんとお話し合い、住民の漏れなく住民 の意見を聞くような、そういう丁寧な説明会を一緒にやっていきましょう。よろしく。交渉の中で頻繁に出てきたのが、もうすでに線量は低くなった、安定しているという言葉がたびたび出てきましたけれども、でもその数値というものが決して 3.11 前と比べて低いものかといえばそうではない。そういうふうに規制庁の言う側と私たちが思っている日々暮らしの中で感じている数値に対する危機感とか関心度っていうのがやはり違うと、かなり乖離しているというふうに思いました。私個人の感触としては、そのこれから行われる住民説明会が決してその撤去ありきの前提の説明会ではないと。
またはその住民説明会を開いたからといって既成事実を作ったものではないというふうに、まあ、担当の課長さんから言葉が得られたことは一歩大きなものではないかなと私は感じています。